いくぞ、まお。はい。よし。じゃあ、このまま引き続き、塩さんプレイということで。ちょっとね、ここまで来たらなんか、行きましょう。俺はこの新感度も葬ってやらねばいかんという。かっこいい。行こう。行くん、行くん。泣い切った声だ。うわぁもう、はぁぁ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 ぁこいつだな。もうダメポって言ってた。痛い。やっつけて。またこれ。うわ。何する。無敵とか。やばい。臆するな。臆するな。さらば与えられん。臆するな。なんかそれ。痛い。しおちゃんやっちゃって。オッケー。もう一発、いい感じ、なんだこいつ、いい感じ、倒した、ブーンってしてきた、ブーンって飛んできやがってこいつ、ブーンってこのまま精神世界ダメやってるこいつ、ビッパーやん、このアングルいないよ、どこから来ました、37しかあと21枚しかないんだけど、やべえ、しかし倒したぞ、グッジョブ、なにこれついてくんだけどこいつら、いらない、それはいらない、何すかね、え消えた、よし、本当だ、どっかにあるよなこれ、そっちですね、多分あったこの辺には新刊の印だよ、当主様は間違っていたのだ、キリエは客人を隠したことを感じ取ってしまった、キリエは落ち込み不安定になっている、悪いことにならなければ今だが、じゃあちょっとやばいことになってるんですね今、キリエさんが、やばい、いかん、なんか適当に言ってしまった、今いかんとか、適当に乗っかってしまった、セーブするか、しましょう、でずらしてさ、はい、あのじゃ あの中庭ですよね多分、うん、この後あと当主の証ってどうなんですかね、わかんねえ、どこ行くの、とりあえず中に入ってみますか、どうしようかしら、この奥の神社行けないの、どうなんだろう、アイテム取っとくの、アイテム、そうですね、なんかあったらありがたい、おまけで幽霊が出てきたらよくない、おまけ、そういうおまけはいらないな、確かじゃないです、あら、開くの、あら、開いちゃった、あら、素敵、こっちに当時の証とかあったらバンバン剤な、バンバン剤だな、でも当時の証ってなんか戦うんじゃないの、証を強さで証明してみろ的な、うん、おー光ってる、あれまさか巨石じゃん、ありがてえ、巨石じゃん、あれまいな、巨石もいないですっけ、いや、なんか持ってた気がするな、あら47、74フィルムでやってくれ、74、あー取れん、まあいざという時本当に困ってたら、ここはいいですね、だから何もない。無駄骨だ。無駄骨でしたね。くそ。今日お席なくなったらここ取りに行こうってことか。そうですね。最悪の場合はこっちに。頼りに。これは頼りきり。90式ゴールデンフィルムだこれ。やべえ。やっぱ来てよかった。かっけえ、90式。じゃあ中庭の戻ろう。戻りましょう。ちょ、ごめん、俺の携帯がバルバルなった。誘導しておりますか。かまんですよ。中庭に行って、そうだな、当主の証はどうやって、まあとりあえず行ってみれば上がるさ、そうですね、入るぞ、はい、どうぞどうぞ、お邪魔します、失礼します、どうも、これで、あ、押せるようになってる、いや分かんないんだけど何これ、写真撮った、対応させてことじゃないですか、対応さ、どう対応させるの、一番最初にここはあれだよっていうのに出た時の、あー分かった、模様を入れるってことです、カメラ、フォトグラフ、あ、何も出ない、あれ誰だっけ、入る写真で、え、これだ、これだ、これどれに対応してんだ、順番的には
取った順はまずこう回ってって、でそれでこれ灯籠が違います、これじゃないです、これこれかもうちょい後です、これだろ、これが一番最初、一番手前、一番手前か、これは何番目だったっけ、あれこれが最初じゃなかった、映したの、え違いますよ、これが最初だよ、これ一番中庭のやつ一番最初にやったじゃないですか、いや違う、中庭のやつだから俺は信じてるけど、違う、一番最初はこれだ、だってこれあっちですよ、4番目ですよ、3番目ですよ、違う、だってここを撮った時はこれが映ったはず、だって写真の順番はそうだったけど、まあいいや任せます、確かそうだった、確かね、まあじゃあそうしましょう、で次にこれが映って、あ違う、次にこれが映って、これが映って、最後にこれが映ったの、こうやって、あそうなんですか、一番これ何だった、誰だったこれ、これは順番通りじゃないですか、これ順番通り、いやもうこの順番通り対応してる気がすると思うんですけど、並び替えられてるんだったら、そうだな、じゃあこれはじゃあその順でやりましょう、これはこれだな、どれって、いい、任せます、これはこれでいいはず、あなんだこれ押せばいいんだ、ほら何か企画が外れたような、いやこれでいいんだ、これを適当でいいんだよ、魔王、そんな適当に押していいの、いやこれで適当で、セキュリティ甘っ、おーいよし、セキュリティ、あんま、チェックを厳重にしてもいいよかったな、これな。セキュリティ、お前笑いすぎだろ。コントローラー握ってないからってお前はというやつは。何も起こんない。あれ？これか。何も起こんない。何も起こんない。あ、絶対なんか来る。うん。おお。写真。ここに当時の赤ちゃん。赤石を入れるんだけど、それを写真を撮ったらそこにあるよっていうのがわかるってことでよろしいかな。よろしいよろしいよろしい。行きましょう。おや。あれ。おやおや。おやおや。おやおやおや。何か抜き取ったような跡がある。え？どっか取らないと。これか。下だな。うええ！抜き取られ。抜いたら血が出たってことですか。マッチ。ええ？どうすんのこれ、もう一回調べてみるか、調べてみましょうか、抜き取られた血の跡は、血の跡どこにあるんだ、続いてたらよかったんだけど、うん、抜き取ったような跡がある、あああああなんだ、はい、他のものですかね、ええー、音がある、どうするんだ、血がつなが続いてんじゃないかな、これ多分、ほら血が溜まってんじゃん、切れてる、切れちゃった、どこ行けばいいんだ、わかんない、おあああこの、ここにあった血か、あったああああなるほど、ええー、あた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 、うわこっちだ、えああああめっちゃだらっとしてる、うわっ貴様なんで時間かけて暇はないんだ俺は、来た後ろか、お前後ろに出る系か、爆裂がしな、後ろに出ないけど、しかないな、うわしかしそれぐらいなら俺は、ほら OK、 よし、しかもかっこいい、どうも、うわ、うわ、やめたい、どうも、なんか僕らのようにしてる、こっちか、あー、この地ってこれだったんだ、はい、
最初に見たやつか。どっちだろう。あ、違ったな、それは。どっちにする？どっちか。行かない。はい、セーブ。セーブ取りましょう。セーブします。ああ、この血ってそういうことか。おー、セーブだー。つながるなぁ。なるね。よし、早く行こう。早く行こう。よしよし、オッケーオッケーオッケー。やばいやばいやばい。このゲームやばい。頑張りましょう。よし、行くぞ。行きましょう。行くぞ。よし、このまま。こう曲がって。血みどろどろ。これ先。え？血が溶けてればここしかないだろう。そうですね。血がまたあるのかな。血だろう、血だろう。血取れちゃった。ないな。血が一周したらどっちかに。あるのかな。あるんじゃないですかね、やっぱ。あった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 。ここだ。うわー！マジっすかー！さあ、ラジオ式のフィルム、スタンバっておきましょう。ここ。式ってかっけえ。うわー！あっ！なに？うわー！先の輪の儀式が。うわ、なにこれなにこれなにこれ、まっとく。バス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 、やっぱお前か。うわこいつか。お前かやっぱり。こいつか。つらねえ。よしやった。よし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 パワー。やられたってこと。うわー！グッジョブ、グッジョブ。やったね。ちょっと待って。うわー！こっち来てる。よーし。倒した。倒した。グッジョブ。グッジョブ。グッジョブ。倒した。グッジョブ。倒したぞ。グッジョブ。やべ、殺された。しょうがない。よし。よくある。最後強敵取り行きましょう。闘志の証。やった。はめるしかねえ。うわあ、強かった。どこ、これこっちか。こっちですね。あ、血の音消えてる。強敵を取りに行こう。取り行きましょう。どっちだっけ。なんか証をはめたい気持ちもあるんだが、どうしますか。あ、取り行きましょう。取り行くか。よし、強石取ろう。ありがてえなー。いやー、どうもありがとうございます。強石、ここに強石を置いた人ありがとう。じゃあ帰ろう。よし、帰りましょう。いやー、幽霊出てくるかわかんないからな。うわーい。うわー、またこんな敵がこんなところで。もう止まれないんだよ俺は。これ何匹もいるから、多分雑魚系ですよ。雑魚系でまとめてぶっ壊してやる。ババ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 バ。 OK かな。直した。ダブル、ダブルって言った今。ダブル、ダブル。 OK。 まだだ。死んだ。ゲーゲー。よし、セーブ取りましょう。まだいるんだけど。まだいんのかよ。ダメんじゃないよ。これ3人ですよ。あと16枚しかないです。わかった。お前なんか14で十分だ。オッケー。これで強敵ありの心強い状態になれたはず。
だいぶしてはめに行こう。はあ、さあはめるぞ。はめましょう。どうなんですかね。はめたらとおそらくムービーが待っていると思う。ムービーは入るでしょうね。躍動するんですかね。躍動どうなんだろう。結局その後どうなんだろうな。多分ラストはあの地下行くんですよね。あーそこか。とすると、まあ、とりあえずはめてみないことには。はめてみて何かあったらだな。何もなかったら何もなかったらもしまいだよ。本当にそれが一番怖いですね。しまいだよもう。何が出るより怖いですね。それが一番。ちゃっちゃと行こう。ちゃっちゃと。ちゃっちゃと行きましょう。相変わらず歩くのかもしれない。いやでもずっとこう、あ、でもあとなんだろうな。まあ、そろそろおしまいだ、これも。よし、オッケー。さあ、はめに行きましょう。さあ、最高。心の準備をしとかないとこれまずい気がするんだよ。そうですね、備えあれば絶対何か来るぞこれ。備えておかなければなんとやらですね。行きましょう。あら、何が出るかっていう話ですよ。そう、溜め込んだ。来た。うおあ、これであの、あの地下のうわな穴じゃん。え、どうすんの。はしご、はしごつけてくれちゃった。ちょっとの親切。いやー、降りてくし、降りたる。なんかもう、どこまでも行っちゃいますね、ほんとに。すごいなぁ。うわ、降りた。この勇気降りる描写カット。カット。素晴らしい。何これ、なんだこれ。この先か。ドアか。うわ、ピチャッつった。うわぁ、うわぁ、何あれ。うわぁ、うわぁ、あ、鏡だ、鏡。鏡起こせ。取らせてね。ごめんね。あと少しで全部。あと少しだ。うわぁ、またこの海かぁ。うわうわ、回されて痛い痛い。だいぶ分かってきた。だいぶ分かってきたな。え、またあんたか。またお前か。誰、あのなんか、いつもの俺を最後の方で殺される。何ですか。登れ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 、やべ、間に合うのこれ。押せ押せるけど気持ちは分かる。うわやべえ、これはまずい。なんでこんな悠長に登ってきた。うわ痛い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 。早くしないと。お願い、もうやめさせて。私を止めて。な、何。あ、終わった。終わった。よろしい。はい。はあ。最終夜、キリエ。というわけで、今回は、ここで。ね、終わりします。お疲れ様です。おそらく次回の収録はいつになるかわからないですが、その時に、じゃあもう一緒にやるか。はい。というわけで皆さんまたお会いしましょう。お会いしましょう。よし、やるぞ。じゃあ、マーから始めてくれ。はい、どうも、こんばんは。ということでですね、動画上では、そんなに時間経ってないと思うんですが、僕ら、はい、プレイ久しぶりということで、そうだね。まあ最終役もキリエとかいうやつを、キリエとかやつをやっていこうか。じゃあ魔王プレイでじゃあやらせていただきます。最終役魔王プレイということで、じゃあ行きます。行こうか。操作方法覚えてるかな。まあ
まあ、ちょっと説明書読み直したからね、まあ、大丈夫でしょうだとは思うんですが、まあそれはまた別として。うん、最初だ。やけに綺麗だなあれが。確かに何を見てるのかという、この子何見てるんですかね。分かんない。上になんか不審物みたいな。おお。おあ、ここか。どこだよこれ。琴の部屋ですよ。あー、うわー。うるさいってな。なんか、なんか性格おかしくね。汗日間違ってませんかこれ。本当だ。これを弾けと。え、琴を弾いてどうなんだよ。いいね、いいね。琴を弾けばいいんですか。弾こう。じゃあ弾きましょう。琴取るのかもしれない。まずこれ始める。大きなことが置いてある。まるで最近まで使われてたように綺麗に見える。やめろ、怖いよ、ちょっと。やめてください。俺あんま怖くないなって思ったけど、言われた瞬間怖くなったじゃないですか。え、何、琴どうすんの。どうもできないの。特に、うん、何かを弾けばよいのだろうか。なんかファイルにないの。ファイルですか。どうだ、四角だ。アイテム。いや、アイテムじゃなくて、なんか。こう、ファイル。なんかないの。どうですか。ねえか、スクラップもないし、なんか見てない。なんか記憶的にはそんなことあったような気がしないんですよ。見えないし。おいおいおい、アイテムある、アイテムある、アイテムある。オッケー、アイテム回収大切に。琴の楽譜、琴の楽譜を手に取った。古いものだけど何とか弾けそうな曲だと。一応読んでみない。読んでみましょうか。結構すぐ見つかったな。そうですね。新設設定どこにあるんですかね。アイテムかな。アイテム、スクラップじゃないか。スクラップ、ファイルの、ファイル、スクラップ、スクラップ。あ、ないないね。どこにあるの。まあとりあえずやってみよう。まあやってみようか。これできんじゃないの。できると思いますけど。来た、弾けんのこの子。なんとか弾けそうだって。なんか、おお、弾いてる。わかるんだちゃんと。おい、このアングルやめたまえ。うーん、後ろ後ろ後ろ。あー、ちょっと待って。びっくりした。お前な、鳴り物だ。三角だ、三角。え、あ、開いたのか。階段なんてあったっけこれ。あ、初めて開いたのか、これ。ここ初めてですね。セーブできないのこれ。え、まあいいや、行こう。行きましょう。走れ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 。余韻だ。え、何これ。狭い、ちっちゃいドアだ。どこ、これ。鉱山みたいなとこですね。おおおお、なんか明かりが漏れ出てる。床の穴から光が漏れている。何これ。ブリロジンだよ。なんかピャッて出てきたらどうするんですか。うわー、これやだお、下が見える。何これ。下の部屋ですね。あら、下。うわー、あちょっと待って。よかった、普通に戦えた。なんだこいつ。びっくりした。絶対もう今後穴は覗かない生活を続けようと思いました。なんかアイテムない。アイテムなかった。奥にありましたね。いや、そこにもアイテムある。ここにありました。あ、なんか2階の廊下のようだ。2階の廊下のようだ。何これ。違う、微妙に揺れるんですよね。はい、あ、そうか、心臓の音じゃないそれ。針の上に何かが置いてある。迷うよかった。ありがてえ。ありがてえ、ありがてえ。回復アイテムはいくらあってもありがてえわな。お、あ、なんか光ってる。ここも右側に光ってる。漏れ出てる。え、ここも覗いたら。またじゃ、また、まあ、絶対そうだ。なんで覗くの。うわ、バカじゃないの。悲しそうなことがあった。死にたくない。死にたくない。え、俺も死にたくない。びっくりした。まさか出てくかと思った。大丈夫かな。恐ろしい。恐ろしい。うわ、怖い。これ。